ちは、松尾智則です。今回も前回に引き続き立ち王釣りに挑戦したいと思います。今回使用するタックルはトラビス投げと、リールはバルトモー遠投を使っていきたいと思います。今朝は今回時間なかったので、スーパーでアジとイワシを買ってきたので、それで挑戦したいと思います。それでは早速挑戦したいと思います。このブロックスのフィッシュキャッチャーがあれば、タチウオの歯も怖くなく掴むことができます。今日の釣果なんですけれども、この強い風の中、もうね、正直釣れないと思ってたんですけれども、最後の最後でやっと一匹釣り上げられて良かったと思います。もうタチウオがですね、やっぱりこのね、こっちで挟むと、もう本当に鋭い刃も手に刺さらず、怪我することもなく、商品になっておりますので、よろしければお買い求めください。あとですね、こちらの方、ブロックからまだ出ている、クーラーボックス。こちらも収納スペース付きになってますので、本当に
便利なものだと思います。以上で今日一升引き一丁か一匹で残念だったんですけど、まあ一匹でも釣れてよかったと思います。また、これからもどんどん録画の方していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。